カーロン・クレメントはアメリカ合衆国の陸上競技選手。2008年北京オリンピックの銀メダリストであるトリニダード・トバゴのポート・オブ・スペイン出身。クレメントは1998年に家族と共にトリニダード・トバゴからアメリカに移住。テキサス州ラポートの高校に通っていた高校時代から優れたアスリートとして知られており、全米陸上競技連盟が主催する。 ユース選手権では110メートルハードル、400メートルハードルの2種目を制したことがある。クレメントは2004年6月にアメリカの市民権を取得。同年7月に行われた世界ジュニア選手権の400メートルハードルで48秒51の大会新記録で金メダルを獲得した。さらにこの大会では4400メートルリレーにも出場し3分01秒零9の 世界ジュニア新記録で2冠を達成した。フロリダ大学在学中の2005年3月12日には、全米大学室内選手権の400メートル、競争で44秒57の室内世界新記録を達成。マイケル・ジョンソンの持っていた44秒63の記録を10年ぶりに更新。さらに、 同年の全米選手権の400メートルハードルでは47秒24の自己新記録。この年の世界ランク1位の記録を達成。ところが8月に開催されたヘルシンキの世界選手権では調子を落とし4位と惨敗した。しかし2年後の2007年に大阪で開催された世界選手権では400メートルハードルで47秒61の シーズンベストで世界チャンピオンに輝いている。クレメントは2008年に400メートルハードルで北京オリンピックの代表に選ばれると47秒98で銀メダルを獲得。金メダルのアンジェロ・テイラー、銅メダルのバーショー・オン・ジャクソンと共にアメリカ勢で表彰台を独占した。4400メートルリレーでは 予選のメンバーとしてアメリカの金メダル獲得に貢献した。ありがとうございます。